チャンピオンとしてもう勝つしかないという菅原美優第3代王者です。一旦ベルトの返還、ただいまより本日のメインイベント、クラッシュ女子アトム級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、153cm、44.8kg、 K-1 ジム相模大のクレスト、ミオ。王者の器、あり方も問うと挑戦者ミオ、26歳。赤コーナー162cm、 44.2kg、 K-1 ジム三軒茶屋シルバーウルフ、クラッシュ女子アトム級王者、菅原美優。第3代王者初防衛戦、引き締まった表情、菅原美優。身近には、傍らには大先輩カナの存在も感じてきました。今日このリング上でもそうです。クラッシュ女子アトム級は45キロ級タイトルマッチ、3分3ラウンド延長1ラウンド、5月の K-1 で2人は対戦しています。その時はミオが判定勝利、ただそこからの進歩、石川さん、爪が甘かったと、その戦いを振り返ってさまざまな感情も口にしましたミオ、それに対して蹴りを出せなかった、それから気持ちでも負けていたと菅原が、これは負けられない一戦となりましたね。そうですね、菅原選手、そういうふうにちゃんとしっかり自分の範囲を分析して、この覚悟を持って今回ね、王者としてこのメインイベントに立ってますよね。そうですね、彼女にしかできない生き方、それを許される数少ない存在でもありますよね。そうですね、はい、まあ、王者としてね、成長していくっていうのは大いにあり得ることですから、はい、いやもうこのファーストコンタクトから木下ほうかさん、いやもうちょっとこれアグレッシブそのものですね、うん、このすごいですね、言葉出ないです。うん、そうでしたか。もうちょっと時間が経ってから伺いたいと思います。琴美選手、はい、琴美選手はフライ級のチャンピオンです。出だしどうですか。そうですね、あの前日の会見で菅原選手パンチをすごいやってきたって言って、パンチすごい、はい、あの前回の試合よりパンチの数増えてますよね。いいですね、言った通りに、あの前回もダウンは奪ってますからね。あ、そうですね、あのストレートですよね、はい、鋭い前蹴りからの、はい、琴美選手、前蹴り一つ菅原選手はセールスポイントですよね。はい、前蹴りあの高さも変えられますもんね、はい、これすごいなと思って、お腹にも顔にも出せて、まあ、顔面確実に届くコンパス持ってますもんね。そうですね、武器をしっかり活かして戦いますよね、はい、11月22日で22歳になります。ここは拳の応酬、菅原リーチ上背、そして足の長さ、これを生かしていく、162cm、153cm、ミオです。石川さん、距離感どうですか。距離感はですね、あの菅原選手がうまく、ね、パンチだったり前蹴りでうまく戦っているなと思ったんですけど、ミオ選手は冷静ですね。そうですか、はい、前蹴りで太ももを止めたりとか、お腹を止めたりとか、はい、そこからちゃんとね、強打を打ったりとか、あと組み際ですよね、離れ際もしっかり冷静に、ルールで許されている範囲でちゃんとパンチも出してるし、ですから離れ際だったりこう接近した刹那ですよね。そうですね、はい、本当に見逃せないんですね、あの菅原選手、前回の対戦よりも、はい、ファイトスタイルのバージョンが上がってますね。いいですか、はい、だけどそこに対して冷静でいるのがやっぱ美穂選手なんだなっていうふうに、まあ、何しろ一度勝ってますから、そのアドバンテージであったり何度やっても結果は同じという、それを彼女はアピールしています。でもあの菅原選手別人になってますね。ですね、はい、攻撃の圧力強さが上がってますね、はい、パンチもそう蹴りもそうですし、一発一発琴美選手、はい、菅原も伸びますし正確ですよね。そうですね、やっぱあの長い分こう遠心力とかでこう結構インパクトとかも来ると思うので、はい、最後はローキック、これはダウンではありません。第1ラウンド終了です。
さあ琴美選手に引き続き伺いましょう、はいはい、このラウンド分析はいかがですか。そうですね、まあ、本当前回と違ってパンチがある分ちょっと入りにくさが、蹴りだけだと結構こうパンチで合わせるのっていうのはしやすいと思うんですよ、まあ、お腹とか足に踏ん張って思いっきりパンチでいけば。ただこうパンチ、強いパンチで蹴りとパンチを混ぜることによって、はい、こうやっぱ入りにくくなりますよね。それが菅原選手前回の別人ですよね。まあ、その敗戦の後石川さん、はい、涙してどれだけ悔しかったかっていうところ全部ものにしてきましたね。そうですね、はい、パンチに対しての、ね、打ち合いだったり迎撃のポイントのところですね、はい、そのポイントなんですけど、そこでちゃんと渡り合えているので、かつ自分が有利なところからの攻撃も出せているので、有利なポイントというのは体の使い方も分かって、ね、はい、あとフィジカルも上がってるんじゃないかな、木下さん、はい、チャンピオンすごい表情で今睨んでましたね。菅原選手も表情からとにかくものすごい強い感じますし、で美穂選手がおっしゃると冷静ですけど、はい、圧倒的にね、言葉ですよね、どうなるのっていう、ちょっと詰まるぐらいスリリングでもあります。これからって感じ、はい、ですね。菅原選手がね、体が流れないんですよね、前蹴りやってもミドルやっても、はい、そこは僕の体幹フィジカルアップすごく感じるところですね、はい、ってことはそこが強くなってくるとパンチ力も上がってますから、はいはい、いや左ミドルもそうです、軸強いですね。そうなんです、軸が強いんですよ。この戻りがしっかりしてるってことはそれだけね、軸が強い、フィジカルにもしっかりしてるんですよね。あれもですね、この前蹴りもですね、パンチ前蹴りの後も流れないしですね、まあ、美容師の顔もあってそれも全部やりたくてやっていることですと、私には私の役目がありますというのが菅原。ああスイッチしました、ウォーローキックにはミドルキック、琴美選手反応早いですね、菅原。そうですね、返しがとにかく早いですよね、ですね。意識が前回の敗戦から全てガラリと高くなったと、パンチの前進してくるプレッシャーを受けないようになってますね、ちょっと出せませんね、ミオの方が見ると、はい、そうですね。それも先に、うん、菅原選手がまず先に攻撃をしたんですね、はい、前蹴りを含めてですね、あとジャブもこういうところですね。琴美選手、ミオサイドセコンドについたとしたらどんなアドバイスありますか。もう行くしかないですよね、やっぱパンチの距離に持ってきたいので、はい、もう先にやっぱ出すしか、この菅原選手の攻撃よりも先に出す、はい、ですよね。動きたいんですけれども常に正面に置いている状態に菅原がしてるんでしょうかね。これ入りにくいですよね、蹴りとパンチ両方、うわー前蹴り。美穂選手としては打ち合いに持っていきたいんですよ、はい、だけど打ち合いに持っていけないんですよ、できない、足が邪魔で、はい、で菅原選手としては自分が当たるところがパンチを出すんですよね、はい、リーチがあるから、そこからだと美穂選手は打ち合いに持ち込めないので、あっぱ打ち合いというふうに誘うかっていうところなんですよね。美穂選手はたまに右のクロスがいいタイミングで出てるので、それが顎を捉えれば十分ダウンを取れる威力がありますから、そこに持っていくためにやっぱりこの打ち合いに誘いたい、この蹴りですよね、蹴りをなんとか、前蹴りですね、特に前蹴りですね。うわでも蹴りも美穂一発に対して2発ストレートで菅原バックブロー、なんだこれがあったのか、なんと蹴りからバックハンドブロー、立ち上がっています。美穂、美穂は立っている、睨む菅原チャンピオン、第2ラウンド終了。いや木戸康弘選手の言葉もその目にらみ返すようなチャンピオンの顔つき、木下さん、はい、すごいですね。本当にこの選手、菅原選手全くぶれないし、もうでもこっから見てるとめちゃくちゃ細いし、どういう仕組みになってるのかな。で体強いんですよね、はい、軸が崩れず攻め込み続けて、石川さん、はい、本当にどうなってるのという攻撃ありました。そうですね、悔しさ、そして練習量、あと意識、それがね、すべてがこの今リングの上で綺麗に花開いてるんだなという気がしますね。琴美選手、心技体ってよく言いますけれども、
これ強いファイターに成長してきましたね。そうですね、本当なんか目から心の強さみたいなのも、今眼差しがすごいですね。確実に今のミオではないと言われた時期がミオもありました。以前のミオではないという状態ですね。ここも前蹴り、菅原が今そう変化しています、進化しています。さあもつれました、最終第3ラウンドです。石川さん、はい、ミオの側から見るとっていうことになりますが、そうですね、こうですね、やっぱ今の場面をどれだけ自分から作れるかなんですよ。混戦乱戦、そうですね、はい、まあ、左目の下ちょっとこう赤くなっています、傷を負っているミオ、でも厳しい表情変わらない、パンチ、いやちょっとでも木下さん、はい、菅原が崩れるわけが見当たらないんですよね。そうですね、だから自分がまずどんどん攻めていかないと、全部前蹴りで止められちゃいますからね。どうやったらいいんでしょうね、これですね。どうやったらいいんでしょうね、琴美選手、はい、はい、石川さん、すみません、はい、そうですね、まあ、とにかくやっぱりこの蹴りを誘いたいんだけど、何をやってもぶれないんですよね、菅原選手が、はい、だから崩れない、でどうやったら崩れるんだろうっていうところだと思うんですけど、右アッパー、やっぱり自分が持ってる武器、パンチですよね、はい、これです、オーバーハンド、ここをどれだけこの展開に持ってるか、持ち込めるかですね。ミオに残された時間、まもなく1分半、ボディもえぐってきます、菅原。琴美選手、はい、菅原もこういい意味で勝手っていう攻撃しますよね。そうですね、もう蹴りもパンチもなんかこう硬そうですよね。こちらはい、ちょっとこう棒の点のところでついていくような、まさにその感じです、右ミオのフック、左も放っていくんですが、距離を潰す菅原がまた前に出てくる、ミオの前蹴り膝、でもリング中央を譲りません、至近距離リードすると、ね、自分から打ち合いにそんなにいかないんですけど、打ち合いも怖がってないんですよね、全く。それだけパンチ、ボクシングの技術が、ね、強くなってるこの半年間で、前蹴りまたヒットした、忘れた頃に顔面に届いてくる、これ、ね、菅原選手にしか、ね、できない戦い方になってますよね。存在同様というものになってきますね、はい、これは見る者を黙らせるには、一度敗れたミオに勝つしかないと菅原美優、さあミオ残された手はあるか、ここは駆けに出てくるか、右のストレート、ミオにもミオの思いがある、打団体での名は切り渡る戦い、まだまだ、まだまだありえますよ、ラスト10秒、この K のリング、右のストレート全部出せ、今度こそ全て出し切りたい菅原美優チャンピオン、ここで試合終了。女子のどつき合い、クラッシュ女子アトム級タイトルマッチ、本戦終了です。さあこの後判定が発表されます。石川さん、すごかったですね。お待たせしました。もう判定結果を、何回鳥肌が立ったかってぐらい、はい、すごい試合を見せてもらいましたね。ジャッジ御用団が30対28、赤菅原、2ポイント差、菅原チャンピオン。ジャッジ西村、顔つき変わりません、30対28、赤菅原、菅原ボーイ、29対28、赤菅原、以上3対0判定をもちまして勝者赤コーナー、一瞬菅原ミュー、笑顔が浮かびかけましたが、それを噛み殺しました。チャンピオン第3代王者初防衛に成功、そして一度敗れているミオにリベンジ、菅原美優選手が王座初の成功、大きなものを手に入れました、菅原美優です。泣ける、すごいすごいすごい作品を見せてもらえたっていう僕は感覚です。菅原選手としてはですね、ミオ選手がいたから強くなれたんですよ、はい、ミオ選手を超えようって、今度こそ絶対にチャンピオンとして絶対に勝つんだっていうその思いがあったから、ミオ選手がいたから、はい、あの敗戦があったから、今日の菅原選手のこの成長があったんですよね。なんとやっぱり石川さん、好敵手というのは絶対必要なんですね。必要な、ね、自分のことを高めてくれるのも好敵手、ライバルなんですよね。
いや、ミオが倒されました1回。コドミ選手、はい、バックブローとは、いやびっくりしましたね。もうちょっと本当に鳥肌がすごかったですね。はい、そうですか。あ、そしてカナ選手も近くにいます。寺安宏選手、キーちゃんもそうです。みんなで石川さん、はい、大宮寺進むトレーナーを中心にして、後押ししてきたんですよね。本当にね、あの家族のように見えますよね、シュバルフ、はいはい、ミオはその一足先にクレストに上昇軍団にやってきて、ここでも頂点をと狙っていた、そんな相手にこれ勝ちました。そうですね、まあ、はい、本当に彼女たちここに至るまでいろいろなストーリーがあったんですね。ありましたね、この半年本当にね、二人の中でいろんなことがあったと思うので、はい、まあ、SNS などを通して接戦もありました。でもね、ミオ選手はこれで1勝1敗っていう捉え方ができますから、はい、ね、ライバルストーリーっていうふうに捉えたんですね。はい、はい、木下さん、はい、ですから本当にこういうリング上の戦いって見続けていっちゃうんですよね。我々も中毒になりますね。でメインにふさわしい試合でしたし、で終わるとやっぱこの普通の女の子の表情が戻って、はい、ホッとしますけどそうですよね。続きまして、成長する人生劇場を見せつけてくれました菅原美優です。中村拓海プロデューサーからこうしてトロフィーが授与されるとまた涙。じゃあ僕の隣で琴美選手がですね、わなわなしてるんですよ。どういう気持ちで見てたのかなっていうのをね。おっす、 K-1 ジムさん、現在アシルバルフの菅原美優です。今日勝てたのもたくさんの人の協力のおかげで、まあ、美穂選手が会えたからこそまた強くなれたと思います。本当感謝してます。まだまだヘナチョコなチャンピオンなんですけど、これからも自分が暮らしをカナさんと一緒に競馬を盛り上げていけるようにちょっとずつですが強くなれるよう頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。大先輩、ありがとうございました。カナもリング下から拍手を送っています。今日の主役は彼女です、菅原美優です。そのベルトがまた腰に返ってきました。いや、僕ね、たまにこの解説も言うんですけどね、あの彼女がまだ小学生で、はい、空手着を着てた時から、はい、見てるので、その子がこうコーラゲンホールクラッシュのメインイベントとしてメインイベンターとして堂々とね、はい、してることがもうなんか感慨深いですよね。そうですね、はい、木下ほうかさん、はい、大会全体だったりどうでしたか、今の思いは。やっぱり今なんか見てて思ったんですけど、やっぱり皆さん若いし、それ小さい頃から始めてるだけあって、はい、強いんですよね、これきっと。さあ、その道のりはその他のファイターたちもこれから見せてくれます。次回大会は12月18日この後楽園ホールで行われます。石川さん、一言になりますがね、フェザー級そしてクルーザー級タイトルマッチ、はい、注目です。そうですね、今年最後の K-1 グループ今年最後の大会になりますからね、はい、どんな風になるか楽しみですね、はい、最後締めくくりですよね。さあ、お別れの時間がやってまいりました。ゲスト解説は琴美選手、ゲストは木下ほうかさん、そして解説はクラッシュエヴァンジェリスト石川直樹さんでした。皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またクラッシュでお会いしましょう。さようなら。